戦略国際問題研究所はアメリカ合衆国のワシントン DC に本部を置くシンクタンクである。1962年にジョージタウン大学が設けた戦略国際問題研究所が後に学外組織として発展したものである。現在のフルタイム常勤職員は220人。議長はトーマス・プリッツカー。所長兼 CEO はジョン・ヘイムリ。 全世界のシンクタンクをランク付けしたペンシルベニア大学によるレポートによれば CSIS は防衛国家安全保障で世界第1位外交政策国際関係論で第5位革新的政策提言の総合では第4位にランクされておりワシントンでもシンクタンクとして認知されている公式には超党派を標榜し民主党 共和党を含む幅広い人材が関与している。US ニュースワールドレポートは、中道と表現している。エドマンド・アロイシャス、ウォルシュ神父とダグラス・マッカーサー将軍、ジョージタウン大学戦略国際問題研究所は、イエズス会の神父、エドマンド・アロイシャス・ウォルシュが、1919年に、同大学内に作った、エドマンド・エイウォルシュ外交学院が開祖されたものである。ウォルシュは、 地政学者、カールハウスホーファーの弟子であり、その学問をアメリカに移植することを目的とした組織であった。設立にあたっては、アーレ・バーク及びデイビッド・マンカー・アブシャヤが主導。1987年にジョージ・タウン大学から独立した研究機関となった。設立の経緯から、アメリカ陸軍などアメリカの国家、安全保障グループとのつながりを強みとする。 理事長には、1999年により、サムナンが、同研究所所長最高経営責任者には、2000年4月より、ジョンヘイムリがついている。また、ヘンリー・キッシンジャーや、カーラ・ヒルズ、リチャード・アーミテージ、ズビグニュー・ブレジンスキーが理事を務め、顧問には、キッシンジャーと弟子のブレント・スコークロフトがいる。彼らの多くは、アメリカ国家安全保障会議の国家、 安全保障問題担当大統領補佐官でもあった。イラク戦争後の復興において、リポート、より賢い平和を作成し、時のアメリカが衆国国防長官、ドナルド・ラムズフェルドに提出した。日本人では、小泉慎次郎や、浜田和幸、辻清人、渡辺恒夫などが一時席を置いた。現在では日本から、多くの将来有望な若手官僚や、政治家が、 CSIS に出向して学んでくる監修が確立している。日本部には防衛省、公安調査庁、内閣官房、内閣情報調査室の職員のほか、日本貿易振興機構や損害保険会社、日本電信電話の職員も客員研究員としてなお連ねている。CSIS は日本では公益財団法人東京財団と協力関係にある。 東京財団の他にも、笹川平和財団、特定非営利、活動法人世界開発協力機構が、パシフィックフォーラム CSIS を通じて、フェローシッププログラムの提携を行っている。また、2011年には、日本経済新聞社と共同で、日経、CSIS バーチャルシンクタンクの創設を発表し、2012年に立ち上げた。 稲森財団理事長の稲森和夫は国際評議員を務め2002年4月1日には政界、経済界等の若手リーダーを養成するための設立基金500万ドルを財団から寄付しアブシャや稲森リーダーシップアカデミーを CSIS 内に共同で設立したパシフィックフォーラム CSIS ではハンダ・ハルヒサと稲森のほか、オリックス元会長の宮内義彦が 日本在住の理事を務めている。CSIS は日本の子宮頸がんワクチンの接種、推進に関する報告書の発行なども行ってきている。CSIS は2020年7月下旬に米国務省のグローバル関与センターの支援で作成した報告書日本における中国の影響力において自民党の今井直也首相補佐官が2回、都市広幹事長と連携し、 2回、今井派として、安倍首相に中国への姿勢を融和的にするよう説得してきたと指摘した。また、中国の沖縄への関与については、細谷雄一の発言からの引用として、中国は日本に影響を及ぼすため間接的な手法を採用している。例えば、沖縄独立と米軍撤退を追求するため沖縄の新聞に資金提供し、影響を及ぼすことを通じて、 沖縄の運動にも影響を及ぼすような一クルートがあると述べていた。細谷は沖縄タイムスの取材に対し誤解を招きかねない表現になった。中国が沖縄の新聞に資金提供しているという根拠や認識はない。中国が大きな予算を使って対日世論工作を展開していて、米軍基地がある沖縄が主戦場なのはよく知られた。事実だが、 手法はあくまで間接的だとし、CSIS に対し修正を求めたと語った。沖縄タイムスも、本市が中国政府から資金提供を受けた事実はないとコメントした。CSIS とは、ことバンクハット ABCSIS、アバウトアスハット、グローバルゴーツ通シンクタンクスレポート、ユニバーシティオブ・ペンシルベニア、フェブラリーに、2014、P51、P80。 T99 閲覧 Many DC Sink Tanks Now Players in Partisan Wars The Boston Globe 2013年10月2日閲覧 Sink Tank Employees US News and World Report 2013年10月2日閲覧1926年4月11日テネシー州生まれ大統領学研究センター代表 戦略国際問題研究所共同創設者で副理事長。1951年、ウエストポイント陸軍士官学校卒業。1959年、ジョージタウン大学にて歴史学博士号取得。同大学にて長年助教授を務める。1980年の政権移行期に、ロナルド・レーガン大統領により、国務省、国防総省。 米軍情報庁及び CIA を含む国家安全保障グループの統括役に任命。2014年10月31日死去。CIA 情報担当時間レイクラインも創設者に名を連ねていた。パシフィックフォーラム CSIS と WSD ハンダフェローシッププログラム。特定非営利活動法人世界開発協力機構。2017年11月13日閲覧。 稲森財団遠隔。公益財団法人、稲森財団。2017年11月13日閲覧。Foo We Are.Center for Strategic and International Studies.2017 年11月13日、閲覧。日本における HPV ワクチン接種状況問題と選択し。CSIS。2014年8月18日閲覧。 米有力研究所が安倍首相側近を対中優和派と名指し小森義久3経新聞社 ABC 沖縄の新聞に中国政府資金米有力シンクタンク報告書がご勤用された経済教授修正求めた沖縄タイムス https://www.okin-a-w-a-t-i-m-e-s.co.jp、ok、スラッシュアーテクルススラッシュスラッシュ6169412020年8月23日閲覧。ありがとうございます。